間を使ったこのパキタリのプレーでもありました。最後はキングスリグ、セカンドボールまだ拾えます。小池クロス、ヘディングシュート、ナイスキーパー、いいシュートでした。そしていいゴールキーパーの反応でした。どの角度から来るか分からないんでね。なるほどなるほど。シビルが前を押し出していく。アディショナルタイムは4分台です。そのアディショナルタイムに入っていきます。ここですね、ここアディショナルタイムです。ダーマディング、また東口セイナー、ダーマのヘディングシュート、東口今小さくルールが通ず、いいチームですね。これもここもダブレー、体勢だけ長きキーパー林好セーブ、長きのシュートを阻んだ林、その勝ち点3点に入るか。松浦グランダー狙っていった、決まらない、決まらない、決まらない。東口日本代表ゴールキーパー好セーブ、いいボールでしたね。ワンタッチしてコース噛んでるんですね。これを東口選手がしっかり対応した、最後まで動かせんでしたね。この辺はゴールキーパーの質の高さを見せつけました東口。